お疲れ様でございます。今日の、ね、お話はこちらでございます。おかげさまの意味知ってますかっていう、ね、お話をしてみたいなと思います。まあ、普段ね、皆さん日常会話の中で、まあ、おかげさまでなんとかですっていうね、まあ、このおかげさまっていう言葉ねよく使うかと思います。まあ、当たり前にね使っているおかげさまっていう言葉なんですけど、まあ、これね、まあ、どういう意味なのかな、まあ、そもそも、まあ、どういう、ね、語源から来たのかなっていうのをねあの上にね、こう深くね、考えたこといらっしゃらないんじゃないかなと思いますんで、今日はね、そんなおかげさまについてね、まあお話をしてみたいなというふうに思います。先日なんですがね、私ね、こういう本を読みました。増野秀明さんっていうね、お名前なんですかね。この方はね、お寺の住職さんですかね。はい、この方はね、書かれた本。心配事の9割は起こらない。減らす、手放す、忘れる、禅の教えっていうね、本を読みました。まあ、いわゆるね、お寺の住職さんなんで、まあ、ちょっとね、こう、まあ、宗教的って言いますか、まあ、禅のね、教えをもとにですね、まあ、書かれた本なんですが、この本の中でね、まあ、おかげさまのね、まあ、語源っていうところをね、書かれたんですよね。まあ、そんなところをね、今日ね、お話をね、してみたいなと思います。まずね、おかげさまっていうね、この、漢字、ね、おかげさま、ね、漢字はね、こういうふうにね、書くんですが、実はね、このね、おかげさまという言葉、おかげとさまにね、分かれるそうでございます。まあ、おかげに様をつけておかげ様ですね。じゃあね、このおかげ様のね、おかげ、これね、まあ、どういうね、意味なのかなというところなんですが、こちら赤字で書いております。おかげっていうのはですね、祖先、ね、自分たちのね、祖先のことをね、おかげというそうでございます。まあね、自分自身、私の祖先、つまりね、神様だったり仏様ですよね。まあ、こういった方をね、まあ、おかげというふうに呼んでる、おかげというふうにね、呼ぶそうでございます。まあ、亡くなられて、まあ、この世にいないね、神様や仏様、まあ、例えば私の場合だとね、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、ひいじいちゃんとかひいばあちゃんとかですか、まあ、さらにね、その、まあ、先のね、まあ、ご先祖様なんかがね、まあ、おかげにね、当たるかなというところでございます。まあね、このね、まあ、じゃあ、おかげをね、様つけて、おかげ様なんですけど、まあ、これね、どういう意味なのかなっていうところなんですが、こちら書いております。祖先の方々、まあね、先ほど言いました、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいじいちゃん、ひいばあちゃん、そしてね、さらにその先のね、方々ですね。まあ、こういったね、祖先の方々のね、庇護のもと、今、私、まあ、私はですね、今ね、生かされているんだよ。そんなね、感謝の気持ちをね、差し上げるのが、おかげ様という言葉なんですよ、ということでございます。まあ、まあ、よく考えるとそうですよね。まあ、例えば、もうね、亡くなってもう10年以上、10年じゃないな、20年、30年以上ね、経つね、私の、まあ、おじいちゃんとかね、おばあちゃん。まあね、どちらかはね、欠けてたらですね、私はね、この世にね、生まれてないかと思います。まあ、当然ながら、そのね、前のね、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんとか、さらにその先、さらにその先っていうね、ご先祖様、一人でもね、欠けてると、もしかすると私はね、この世でね、まあ、全くね、違うところでね、生まれてる。もしかしたらもう全然ね、この世の中にね、制度をね、受けてないかもしれない。っていうところを考えると、まあ、ね、祖先の方々ね、いらっしゃったおかげで私は今ね、生きているっていうところですよね。まあ、生きている、まあね、その生きていることがね、まあ、素晴らしいことなのかどうなのかっていうところは、まあ、人によってね、考え方違うかもしれませんが、まあ、私はね、少なからずね、こうね、この世にね、生きているっていうところはね、本当ね、素晴らしいことかなと思いますんで、まあ、そんなね、素晴らしいこの世の中にね、生きて いれることに対してのね、まあ、感謝の気持ちを持つ、まあね、自分のね、ご先祖様にね、感謝を持つっていうことはね、まあ、つまりね、おかげさまという言葉になるのかなというふうにね、思ったところでございます。うん、なのでね、まあなんかね、このね、言葉ね、非常にね、まあ今回ね、ちょっと初めて私もね、いろいろネットなんかでね、情報を調べながらね、このね、動画でね、まあご紹介してるんですが、ちょっといろいろと調べてみてる中でね、ああ、本当そうだなというふうにね、思った次第でございます。まあ皆さんもですね、いろんなね、日常会話の中でおかげさまでなんとかですっていうふうなね、言葉をね、使うかと思いますが、まあそういったね、おかげさまっていう言葉を使うときにですね、まあ、こういう意味があるんだよってことをね、一つね、今日はね、覚えておいていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はね、ちょっといつものね、動画よりもね、短くなったんですが、おかげさまのね、意味についてね、ご紹介してみました。今日のお話、まあ面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、またの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてですね、今日ね、ご紹介したこちら、増野秀明さんが書かれたね、心配事の9割は起こらない、減らす、手放す、忘れる、禅の教えっていうね、こちらの本なんですが、非常にね、まあ面白い本でございました。このね、動画の概要欄の方にもね、この本のリンクの方を貼っておきますので、興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひね、そちらからチェックしてみていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。